お食事中の人、もしくはこの後お食事する人はこの話を聞かないでください。普通に入ります、それともなんかほらぶっておんあっぽんたまれっぱいあなまれっぱしんどれまかあんどれぼくさまれってばい聞いてもいい。あまり、はい、始まりました。水らかのミチルです。はい、水、今さ、誰か頭ぶつけんかった？うん、猫が頭ぶつけた。はい、水色赤の秋人ですと。今回はね、うん、こんな映画、うん、今回の映画、うん、これはな、うん、ひどいね。おう、ひどい。今日、うん、今回タイトル何にしてるの？その、なんていうかな、あのサムネイルの。わからない、これから考えるけん。けどまあ、見てはいけないとか、うん、そういうノリでやるんでしょうな。見たくなかったとか、あ、はいはいはい、見て後悔したとか、うんうん、ひどい映画とか、うん、そういう映画な。うん。うん。うん、サドムの位置。おー、もう急に入るな、うん。緩急の付け方考えて。ええー、なんだ、ええー、んって。なんで、うん、もうね、じゃあもうさっさと入るんでしょ。うん。うん、はい、ね、本日の映画は、うん、これ海外の映画ですよ、うん、1976年公開、うん、ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の、うん、イタリア・フランス合作映画、うん、ソドムの位置。それ、はい、うん、これ見てるな、あのな、結構前に見たんよな、うん、で最近ツイキャスで見たい見たいって言ったら、なんと、うん、ナチさんが送ってきてくれたんよな、この映画、うんうん、なのでもう一回見ることができた、うんうん、昔はな、ツタヤで普通に貸し出しよったんよ、うん、今はな、貸し出してないらしい。ああ、そうなんね。もしかしたら古いところでは貸し出しとるかもしれんけど、うん、でな、どこのなんて言うんだろうな、サブスクっていうかな、うん、そういうところでもやってないらしいわ、うん、うん、だからどうしても見たかったんよ、うん、だからもう一回見てみたよ、うん、うん、うん、どんな映画かと言ったらな、うん、言ってみて。え何？俺はこうミチルにお任せすると思ったんだけど。お任せされたもミチル、うん、でもね、ちょっとね、うん、これね、一、うん、個だけ不思議なご縁がありまして、うん、言ってもいいかな。いいよ。俺がね、うん、もうミチルと出会って何十年になる、20年ぐらい ?20 年ぐらいになるよね。なるよね。最初に出会って、うん、ミチェルが、面白い映画見たいって言って、うん。で、俺はもうその時ミチェルのことも何も知らんわけよ。うん、何も知らんけど、なんか、この人はきっとグロとかホラーとか好きなんでしょうな、うん、とか思って、うん、で、その時に、ツタヤに行くん、一緒に。うん、その時に、うん、選んだ映画何か知ってます？知ら、これ？ソドムの位置？ソドムの位置と、黒い太陽、うん。この2本選んだの。あ、そうなんじゃ。うん。まるで、この20年後の、ミチルを、この形成した中に、俺のこと組み込まれてねえかと思って。ソドムの位置とこの黒い太陽を、わざわざビデオレンタル屋で、まだビデオだった。ビデオだったけどまだあったんや、うん。その2本をわざわざチョイスして見せたのよ、俺。うん。お前はな、うん、マルキド・サドのようなことを言うな。やめてくれ、そういうこと言うの。何マルキドサドをちょっと聞かしてもらおうか。マルキドサドの話します。マルキドサドっていうのは、うん、このソドムの位置の映画の原作、うんうん、はいはいはい、ソドム120日、うん、そう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 、ソドム120日ね、うんうん、この小説を書いた人、うんうん、このね、マルキドサドっていうのがね、うん、サド、SM のサドとマゾのね、うん、語源になるね、佐渡伯爵なのよね、うん。うん。そうじゃで。フランス人ですよ。うん。うん、フランス人ですよ。これ変態や。うん、変態よ。変態よ。もう、変態の小説家よ、もう、うん。ね。こう、バスチーユ牢獄で、うん、この、ね、記した、うん、未完の小説。うん。これがソドムの120日。うん。あるいは、うん、咽頭学校っていうタイトルなんですけどね。うん。
バスチュール王国ミチル知っとる？フランスの。知ってる。おー、聞きましょう、聞きましょう。言わないけど。言わんのかい。うん。言わないけど。うん、これはな、うん、映画の話を見てるから今日死に来たんじゃけん。うん。あのね、知ってます？じゃあ、それよりもね、俺言いたいことがあるの。うん。このバスチュール王国っていうと、フランス革命勃発時の民衆により襲撃され、うん、フランス共和主義の重要なシンボルとなった革命後の1806年までに解体されとるん。うん。つまり、うん、この、マルキドサドが小説書いた時の時代って何だったって言ったら、うん、ベルサイユのバラとかの時代なのよ。うん。だからな、うん、きっとな、うん、この映画って、まあ、小説もあるけど、深いんよな。うんうんうん、ただの見え方じゃなくて、うん、あの映画の見え方じゃなくて、深いんだと思ってるよ、うんうん。うん。めちゃくちゃ。うん。もう深いというか、まあ、原作小説はね、未完で終わっとるけんね。うん。うん、そう、未完で終わっとるけんな。うん、あら、なんか、暴走族が。暴走族うるせえな。うん。暴走族が来たけど。うん。ね。うん。気持ち悪いね。おー、気持ち悪いで済ませてしまえるかい。気持ち悪い映画だった。うん、でな、この映画って、気持ち悪いとか、うん、見ない方がいいとか。うん。まあ、とにかく、うん、なんて言うんだろうな、マイナス意見というんかな。うん。うん、なんかまあ、世界一、うん、ひどい映画、みたいな。ああ、そういう言われ方もすんのね。うん。そういう言われ方いっぱいしとんよな。うん。でもな。釣りです、それ全部っていう。うん。やっぱりね、このね。うん。パゾリーニ監督っていうのも。うん。一種の芸術家ですから。うん。ただのエロビデオとか、ただのグロ映画を作りたいわけじゃないわけよ。うん。だから。うん。俺からしたらこれ全然エロでもないし、グロでもないし。そうじゃな。うん、最初はな、この映画って、ちょっとした、ポルノ映画っぽいのを作りたかったんだって。はいはい。あ、最初そういう風に企画が進みよったわけね。そうそうそう。うん、だけど、ちょっと監督が変わったんだって。うん。うん、あ、そうそうそう。降りたりしたよね、うん、それで。そう。うん、で、このパゾリーニ監督になったんだって。うん、で、この監督っていうのはな、うん、その時の、もう、風刺よな、うん。うん。そうね。風刺を聞かせた、うん、作品を作った人だったもんで、うんうん。そうそうそう。その前もな、キリストの映画とか作ったな、うん。奇跡の丘とかね、いろいろあったよ。うん。だもんで。だもんで。この作品は、ミチル的には意外とな、綺麗な、風刺を聞かせた映画になっとると思った。うん、はいはいはい、うん。そうね、ほんまにこのパゾリーニ監督って、うん、このソドムの位置があまりにも有名すぎて、うん、変態監督みたいな、うん、もちろんね、蘇生的描写とか変態的な撮り方とかももちろんするんだけど、うん、なんか変態監督っていうイメージがついとるけど、うん、いや違いますよって、うん、実はな、うん、すごくな、うん、その時の風刺映画を作る人なんよな、うん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 、だけどもの、うん、だけどもね、だけどもの、うん、だけどもね、うん、この映画、うん、すっごく見なきゃよかった、うん、気持ちが悪い、うん、見るべきではない、うん、最悪の映画っていう風にされとんじゃけど、うん、ミチェル的にはそうでもないんよな、うん、なんとなく、うん、ほんまにね、ああいうのは全部釣りだから、うん、いやでもな、釣りでもないんだって。あ、そうな。本当にあれをそういう風に思う人はおるんだって。ソダムの位置を、うん、まあまあね、何でも想像力の豊かな人っていうのもおるし、うん、まあそういう人もおるけんね、まあそれはしょうがないですか。ちょっと待って待って待って。ちょっと待って、その前にね、うん、この映画の概要も何も実は話してないの気づいてました。うん。言ってよ、もう10分ぐらい経ったんだけん。そうよ、そうよ。何の話よ、この人らは、みたいな、うん。なってますよ。うん、このね、うん、ソドムの位置の概要としては、うん、さっきも言ったかもしれんけど、マルキド・サドっていう作家のソドムの120日っていうのを原作にしとんだけど、うん、これを撮ったパゾリーニ監督っていうのは、うん、原作では18世紀スイス山奥の、お城であった舞台を20世紀のイタリアに置き換え、うん、
この物語を現代における権力と個人の関係、うん、消費社会のメタファーに作り変えた、うん、その構成は、うん、ダンテの新曲の構成を借りており、うん、地獄の門、変態地獄、そうここだ、糞尿地獄、うん、血の地獄の4つの章からなる、うん、これここは見てる大好きやな、うん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 、で本作の完成後パゾリーニはローマのオスティア海岸で謎の死を、うん、言っちゃダメよ。ああ、まだね。いや、わかりました、わかりました。うん。うん。うん、で、まあまあ、他にも言いたいことはありますけど、ストーリーをね、もう言ってしまいましょう。ストーリーはね、うん。こう、イタリアが、うん。イタリア、これ、第二次大戦中、1943年ぐらいの設定にしてあるね。うん。イタリアが連合国に降伏した後、うん。残ったファシストたち。うん。その、残ったファシストたちは、北部の町、サロに集まり、亡命政権、イタリア社会共和国を形成していたと。俺もその戦争とかに詳しくないんだけども、このイタリア社会共和国っていうのをこの北部のサロっていう町に作っとった。ね。これ実際にある話らしいんだけど、で、このナチスのこうググツ政権、もうナチスの支配下におるこの権力者たち、大統領、大司教、最高判事、公爵の4人が、このストーリーの主軸に出てくるんだけど、うん、この4人が自分たちの快楽のために、市町村条例を新しく制定すると。その規定に従って美少年、美少女が借り集められ、うん、さらにその中から、彼らの厳選した男女各9名が、秘密の館に連れて行かれると。権力者たちは、そこで自分たちの定めた規則に従って、あらゆる陰頭、あらゆる変態行為にふける、うん。毎日集会場で4人の語り部たちのうち、1人に、卑猥な体験を話させることによって欲望をかき立て、うん、少年少女たちを相手にその話を実行に移すのである、うん。その変態行為は次第にエスカレートしていき、最後には、死に至る拷問が待っている、うん、しかし犠牲者たち同様に借り集められてきた館の少年警備兵たちは、うん、苦悶する犠牲者たちを尻目にラジオ音楽に合わせてダンスのステップなどを踏んでいると書いてあるわ、うん、書いてあるじゃん、ウィキペディアにな、うん、あ、どうぞみちるさん、ん？ないの？このねストーリーのこの最後に書かれとった、うん、この犠牲者たちっていうその変態行為をされとる少年少女たちと、うん、館の警備兵たち、うん、実は同じ町の人なんよ、うん、でそれが要は勝手に集められて、うん、じゃあお前たちは看守な、お前たちは囚人なっていう風に分けられといい、うん、で本当はただの一般市民、同じ一般の人だったのに、うん、そうやって看守と囚人に分けられた途端、うんうん、ああそうだよね、こういうな、人体実験というか、うん、これって本当にあった話なんやな。うん。うん。昔。うん。これの時もそうだったんよ。うん。お前たちは警察役だ。お前たちは泥棒役だ。はい、スタートってやった時に、本当に警察役は、警察役と泥棒役じゃなくて、看守役と囚人役でしょ？刑務所の。刑務所の要は、その一般人が集められて、うん、はい、あなたは今から刑務所の看守役です、うん。はい、あなたは今から刑務所の囚人役ですっていう役を演じてくださいって言われたっていう話よね。うん、そういう実験をしたっていう話ね。はい、どうぞ。うん。その時に本当に警察役は、最初の日はな、こんなひどいことできんよ。ふふふって笑って、お互い。うん、そんなしょったんかもしれんけど、それが二日三日ってなった時には、本当に警察役は、お前ら、服を脱げとか、お前ら、手を使ってご飯を食うだとか、ひどい。手を使ってご飯食わんかったら何使ってご飯食うん？じゃけんもうこの口のまま、動物みたいにね、はいはいはい。そういうふうに言い出したんよ。うん、で、老人役もな、老人役なんか聞いたことない。なんていうの？ロゴに入ってる。囚人ね。囚人ね。看守と囚人ね。うん。囚人役も、うん、はいみたいな、うん。
あ、恐ろしい、助けてくださいみたいな風になってきたんよ、うん、だからな、ただ単に人が言っただけなのに、うん、この役ですよって言っただけなのに、うん、本当にそういうのを思い出した、うん、だぜ。お前ペロペロじゃねえかよ。待って、要は、うん、ただただ設定として決められただけじゃ、あなたはいじめられる側ね、うん、あなたはいじめる側ねっていう設定を与えられただけなのに、うん、だん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 自分がその気になってきて、いじめられっ子はいじめられっ子に、うん、いじめっ子はいじめっ子にどん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 なっていったっていうことが言いたいんでしょ。そう、うん、でな、このソドムの位置の映画もそうだけど、うん、あのな、ファシズムっていうんかな、うん、それをな、すごい取り入れたんだと思うよな、うんうん、そう、そのファシズムだったっけな、うん、それは何かと言ったらな、うん、まあ、日本人が分かりやすく言ったら、まあ、北朝鮮の感じかな、うんうんうん、あの権力者がこう、うん、縦、うん、縦はこうと言ったら縦だ、うん、横はこうと言ったら横だみたいな、うんうんうん、俺がこう言うんだからこうなんだみたいな、独裁政権みたいなやつ、そう、うん、そういうのがあったんだって、うん、で、それに重んじた映画だったんだって。重んじた、うん、それをすごく出しとる映画、はい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 、うん、なるほどね、うん、すごいな、みちる、何の資料も見ずにそんなことが言えるんだな。うん、なんでそんなことばっかり言うん。いや、すごいなと思って。だってそうでしょ。うん、まあそうなんよね、うん、うん、はいはい、そういう映画だったんだって、うんうん、でな、この映画はな、すごく汚い、もう見なけばよかった、うん、辛いとか言われてるけど、うん、みちろはな、そうでもなかった、うん、なんかな、さらっとしちゃった、うんうん、軽い感じ、うん、なぜかって言ったらな、この映画で演じよる人たち、うん、モデルさんなんだって、ほとんどが。ああ、だって A 体しとるもん、男も女も、うん、そうなんよ、めっちゃ綺麗な体やん、あれ。俳優とか女優じゃなくてモデルさんが多いんだって、うん、でな、まあ昔っていうのも あるかもしれんけど、うん、あんまりな、この苦の症状がないよね。表情ね。表情ね。うん。うん、苦の表情が。そうそう、俺も、ね、そこはすぐ気になった。うん。なんかすごく辛いとか、うえーみたいな感じではないよな。うん。だから、多分芸術映画なんだと思う。うんうんうん。本当の、うん、なんて言うんだろうな。真実映画みたいな感じじゃなくて、うん、真実映画でもないし、エログロ映画でもないし、うん、エロビデオでもないし、そう、うん、なんかな、こういうことがあります、皆さん気をつけましょうねという、うん、そういう映画なんかなと思ってしまうね。はい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 、はい、うん、まあまあそういう見方もできるわな。なんか要は戦争が起こす悲劇とか、うん、ね、そんな国がこう言うたから、うん、偉い人がこう言うたからって言って洗脳されていくみたいなね、そういう風にも見えるし、うんうん、そうじゃな、うん、だからあまりにも辛い映画なんかなと思ったけど、うん、ミチルの中ではそうでもなかったな、うんうんうん、ああはいはいみたいな、うんうんうん、そんな感じだった、うん、でそれはやっぱり出てる人たちが、うん、モデルさんじゃけん、うん、そんな演技が上手いわけではないみたいな、うん、体つきはいいけど、うん、芝居は別にみたいな、うん、だからほんまにね、エロビデオが見たい人はもうね、面白くないよね。エロビデオ、うん、エロビデオ見てる、別に見たいわけじゃないけど、うんね、うん、だから面白くないよねって。あ、モデルさんの体綺麗じゃな、もう女の子だけ写してよとかね、思っちゃうよね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 。何？気持ち悪いこと言うな。いや、今俺は軽い感じで出してみたんだ。じゃあどうぞ、もう続けてください。はい。それでな。うん。この映画、うん、どこまで言ったかちょっと忘れたけど、うん、監督がな、うん、この映画を撮り終えて、終えた後ね、上映したんだって、はい、その後死んどんよな、うん、殺されとんよ、はい、なぜ殺されたかって言ったらな、うん、この映画に出とった男の子が、うん、殺したんだって、うん、でやっぱり警察捕まっとんで、うん、しかしケーキを終えて出てきた後に、う
実は俺殺してませんでしたって言うって言うとんよ、うんうん、そうだね、うん、要は最初はこのパゾリーニ監督がこの作品を撮った後に殺されとって、うん、で殺した少年っていうのが捕まった時に、うん、要はこの映画を撮った時に、うん、まあいろいろねいたずらもされたしみたいな、うん、屈辱だったみたいな、だから殺したんだみたいな、パゾリーニもホモだったけんな、うん、っていうね、うん、のでもう判決が下されて、うん、丸く収まったじゃないけど、そうやって服役しとったんだけど、うん、実はもう出てきた後に、もうこの少年もすごい年を取った後に、うん、もう俺にはもう家族がおらんくなったから言えるけど、うん、実は殺したの俺じゃないんよ、うん、家族も人質に取られとったというか、自分が真実を話すと家族にも危害が及ぶけん、うん、もう自分が犯人っていうことで捕まってましたけど、うん、実は俺じゃないんですみたいな、うん、要はそのファシストとか、うん、ね、ナチス系の人とかが実はやったんだと、うん、でそれを俺に罪をなすりつけられたんですっていう証言をしとるっていう話ね、うんうん、こう信じるか信じないかは、っていう、ね、あなた次第の話なんだけど、うん、でもな本当にな、うん、そのファシスト、うん、これはな北朝鮮みたいな話なんよな、うんうんこういうのがあったんな、うん、これあったと思う見てる、うん、どうでした俺、うん、うん。もっとエロいの見せろよでもエロ映画じゃないけん、そうなのよそうなのよ、エロ映画じゃないけんな、うん、別に、うんうん、でさらにねこのね、とある筋から入手した、うん、いただいた映像は、うん、ぼかしなかったのよ、うん、日本発売のね、うん、DVD はねぼかし入っちゃってんの、うんうん、でもな、うん、全然エロくない、うん、そうよだから、うん、ここがね議論の的にもなるところなんよ、うん、エルトポだとかのホーリーマウンテン、うん、ホドロフスキーの、うん、とかあとサンタサングレとかもそうか、うん、もうそうだしこのパゾリーニのソドムの位置だとか、うん、アラビアンナイトだとか、うんっていうのもやっぱ裸のシーンとか、うん、チンチンとか出てくるんだけども、うん、それに海外はもちろんぼかし入ってない、うん、それがもうそれありきで、うん、そこが映っとるっていうものを絵として撮っとるけん、うん、でそれを日本に入ってきた途端、うん、日本側がぼかしをかけるん、うん、果たしてそれは芸術作品として成立してんのみたいな、うん、映画として成立すんのみたいな、うん、そういう議論にもなるわねここは。まあね、うん、あの映像的エロ作品と、うん、こう心的エロ作品ってあると思うんだけど、うん、このな、うん、ソドムの位置はな全然エロくないし、うん、見なきゃよかったって思わんし、うん見てればな、うん、この YouTube の、うん、で語っとる人たちが、うん、これはもうひどい映画でしたとか言うとる人はおるけど、うん、全然そんなこと思わんのよな、うん、もう普通、うん、もちろん中では、うん、なんならさらっと流されるぐらいの、うん、さらっとした映画だった。あーそうなの。ただ、うん、一個言うなれば、うんこう食べおるところがあるんよな。あ、はい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 。あそこだけは気持ち悪かった。ああまあね。うん。あそこは気持ち悪かった。うん、でもあれうんこじゃないやんと思ってしまった、ね。あれチョコレートな。うん。うん、絶対的チョコレート。うん。いやだって実際によ。うん。自分のじゃなくって、うん、自分のだったらまだ我慢できるかもしれんけど、うん、他人のうんこ、うん、だとした場合、うん、多分それがどんな好きな相手であれよ。うん。もう、おいってなるはずなんよ、うん。ならないもん。ならんかったね。うん、普通に食べようとな、うん。うん。あ、ちょっとここで、最初のテロップ、やりますね。はいはい、最初とサロ、うん、最後の、うん。お食事中の人は、ああ、はいはいはい。もしくは、この後お食事をする人は、うん、この話を聞かないでください。うんうん、ピーあ、ここが何度も何度もこう入るわけね。今の説明が。そうじゃな。なるほどね。やっぱ気持ち悪いけど。じゃあもう一回ちゃんとしたの取っとこうか、はい。うん。お食事中の人、もしくは、この後、お食事する人は、この話を
聞かないでください。ピー。うん。いいね。はい。うん。まあまあ、この糞尿地獄とかもね、要はあのね、これね、めっちゃわかりやすく言うとね、うん。ド変態がおるわけよ。うん。ね。ド変態がね、うん。その、自分のその変態的性欲を、満たすために、うん、奴隷みたいに連れてきた男の子と女の子を、うん。いたぶるっていうのがやっぱ原作なのかな。そうじゃな。うん。うん、で、ちゃんとな、新曲によって、うん、4つの構成にしとんよな。うんうん、そうね、うん。地獄。うん。それ言うて。言ったよ。言ったの。うん。だから、最初は地獄の門って、まあその入り口、うん、まあ最初の序章みたいなやつよね。うん。で、そこから変態地獄、糞尿地獄、血の地獄ね。うん。うん。変態地獄って何だったっけ？知らん。でもうちらあんまり変態じゃなかったと思っとる。うん。そう変態ではない。だって俺もこれ見てさ、パズリーニエロくねえじゃんと思ったもん。うん。いや、これはな、うん、エロい漫画じゃないと思う。うん、漫画じゃないわ。そうだよ、うん。うん、そうだよ。やっぱりさ、芸術的なんじゃない？いやーでも芸術としても、あ、これちょっと俺もう酔っ払ってしまったけんさ、言うべきかどうか迷ったけど、うん。いや、芸術としても中途半端だね。うん。うん。うちらも思う。うん。うん。でもだ、変態はもうちょっとできるね。うん。変態はもっといける。パドリーに変態じゃねえ。全然変態じゃねえ。うん。だから殺されたのがかわいそう。うん、そうよ。ほんまにこれはね、政治的な理由で殺されたってやっぱ見る向きが正しいのかな。うん、あ、だけどな、本当に政治的な映画だったんじゃないの？うん。いや、そうなのよ。うん、このね、パドリーに監督がね、うん、本人がね、この映画公開時に語っとるのは、うん、この、なぜ舞台を、この1943年のサロンの街にしたのかっていうのは、うん、もうこのまんまイタリアは負ける、うん、負けるけど最後の悪あがきでサロっていう街に、うん、その政府を作る、うん、でなぜここを舞台にしてるかっていうと、うん、この物語っていうのはもう終わるんだよ、もう連合軍がやってきて、うん、この政府はぶち壊されるんだっていう意味も含めて、うん、ここをモデルにしたん。きっとね。うん。うん、きっとね、ちょっと本人が言うとんだけどね。うん。うん、そうだじゃん。うん、そうなんよ。だから、うん、あの、全然変態映画じゃないのよっていう。うん、こう、社会風刺もあるし、うん、やっぱりそのイタリアとか、うん、自分たちの国とかのやった戦争ってやっぱり間違いだっただよねっていう風刺、うん、がなんかクソみたいな悲劇しか生まないよねっていう。うん、そういう意図ももちろん込めてあると思う。でもこの人はこの映画を公開後、うん、すぐ死んどるだろ、うん、殺されただろ、うん、なぜこの人が死ななきゃいけなかったのか、うん、これはもう信じるか信じないかは、うん、あなた次第で。だからこのファシズムみたいなのを批判していたからでしょ、うんうん、恐ろしいね、うん。で、じゃあちょっと原作の話をしてもいいですか？まだあるの？あ、ないよ、ないです。じゃあもう終わろうと思ったら。実はね、この原作ってね、もう序章で終わるんよ、実は。うん。あの、この4人か5人ぐらいの権力者たちの、あの、変態的趣向が説明されて、うん、そこに、少年少女たちが連れられて、うん、お城に行くっていう、お城の、に着いたよぐらいで終わるのよ、これ。俺実はね、これね、原作も読んでます、実は。ソダムの120日読んでます原作。そうだじゃん、うん、面白かったの。だからもういやいやもう序章で終わっとるけん、うん、こいつはこういう変態的趣味があるとか、こいつはホモでこうでこうでとか、うん、でもこれ原作書いた人がもう変態じゃけんの。変態じゃけんね、うん、仲間捕まっとる人。そうそうそう、警察に。そうなんだ、うん、でこいつはうんこをしてもケツ吹かねえんだっていう話とかね、うんうん、ケツも吹かずにずーっとずーっと何年間も何年間もうんこをケツにつけたまんまで気色の悪いやつとかね、うん、そういうのも書いてあるわけよ。そうなんだ、うん、だから何っていう。だから何？だから何もねえよ。いやもうこのね、原作についての評価がどうとか、この原作についての思考がどうとかっていう話はまた多分ね、これ、ね、別の話になっちゃうけん、うん、もう映画の話に戻りましょう。で、はい、どうでした？はい。この映画はじゃあ、どうですか？何なんですか？
どうしたらいいんですか？テレビ？いやいや、水イラカとしてどうしますっていう、この。いや、みちるはこの映画、うん、とっても見たかった。うん、はいはいはい。うん、で、ナッチさんが送ってきてくれて、うん、見て、うん、すごく、わーってなった。綺麗なナンちゃんも出てきたしな。あ、もうその話したら長くなるけんやめましょう。はい。何の話？綺麗なナンちゃんもさ、捕まって。ほいでんな。うん。だから、うん、政治のことを学んだね、ちょっと。ああ、そうなんか。逆にそっちを学んじゃったみたいなね。ちゃんとこの監督の意図しとるところを学んでしまったってことね。うん、調べたらな。うん。うん、だから、うん、いつの時代も、なんか政治って汚いなって思ったり。うんうん。うん。うん、で、映画監督は、きっと、その政治の汚いところを、かいつまんで、これを映画にして、みんなに知らしめちゃろうって思うんだろうなと思って。うんうんうん、だから、みちろん見れてよかったと思う。うん。うん。まあね、本当に俺もね、この監督のパゾリーニの監督のは、俺もちょっと他の映画もね、見るべきだなと思って。うん、この人な、キリストのな、キリスト教とかの映画とかもいっぱいしとんよな。うん。だからそれも見てからじゃないと、このソドムの位置はちゃんと評価できんのじゃねって。ソドムの位置が、うん、あの、死ぬ、死んだ最後の映画になったんよな。うん。うん。いや、もちろん変態描写ももちろんあるんよ。うん。あるけども、正しい評価、ちゃんとした評価をするには、いや、他の作品見んと。って思ったな。変態を変態と言うな。お？変態だって人間だ。いや、それそうですけども。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。こんにちは。こんばんは。突然なのですが、YouTube のチャンネル登録、よろしくお願いいたします。いいねボタンも押してもらえたら嬉しいです。Twitter@X もやっています。ID はこちら。Instagram はこちら。毎週日曜日20時30分からツイキャス生放送を始めました。サポートと通知登録お願いします。それでは皆さん、良い一日を。